思って割った。もう一人も割っていく。めっちゃ励みになりますので、チャンネル登録、高評価、コメント、無断滞在の方お待ちしております。それでは早速動画の方やっていきましょう。レッツゴー。今緊急で動画の方回してるんですけど、どうも神谷勇気です。ということで今回はですね、コールオブデューティモダンオフやつ DM ズ相撲の動画やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はコールオブデューティモダンオフやつの DMZ モードで一番おすすめな武器をご紹介していきたいと思います。これね、海外の方も結構この武器今、まあ DMZ そしてウォートン2でめっちゃおすすめだよっていう動画投稿が出回ってるので、僕もね、自分なりのカスタムに書き換えてみて、早速ね、DMZ モードでどれぐらい強いのかを検証していきたいと思います。ちょっとでもね、ためになったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。調整に関しては、この動画の最後の方でご紹介していきます。まずはね、武器のカスタム内容だけこちらご紹介していきたいと思います。はい、今回ご紹介していくのはこちら。ケミストが持っている AR でもある M13P がめちゃくちゃ今強いんですというご紹介になってます。じゃあね、早速何使っていくかのご紹介もしていきましょう。まずがブロヘッド 3DP。これね、サプレスタイアップ DMZ 強いのでつけています。アンダーバレルは F サクリッパー56。45ラウンドマガジン。イベージの10ストック。サイトがスリムライン。黒になってます。これね、結構僕がお気に入りのサイトってだけですね。はい。お好きなサイト、どれも OK です。それじゃあね、早速こちらの武器持ってって、その他はもう何も持たずに、ソロとね、潜入していきたいと思います。はい、ということでゲーム画面やってまいりました。マップはこちら、アシカアイランドでやっていきたいと思います。海リスポーンね。スポーンか。海スポーン結構ね、プレイヤーは近くないんだけど、陸までに行くのはちょっと時間かかるね。さあ、やっていきましょう。まずはね、プレイヤーと会ってね、戦闘をしていきたい感じですね。まあ、ここね、今収録日がちょうど、フォンデルのプレイムービーが発表された日ですので、それがね、アシカアイランドでやっていくっていうのがね、なくなっていくのかなってね、ちょっとね、考えてます。フォンデルの方が、やっぱり市街地戦が僕好きなので、アシカアイランドよりかはね、フォンデルでこういう検証の動画が撮れるんであればね、やっていきたいと思ってます。じゃあ早速やっていきましょう。そろそろ敵と会ってもおかしくない位置までやってきました。だいたいエリアの中心部。プレイヤーがね、そろそろ走ってきて、ここでバッタリ待ち合わせしてもおかしくない。あのヘリ気になりますね。プレイヤーいいのかな？やってますね。明らかにスモークの音鳴ってますね。あれはプレイヤーありですね。これアサルトライフルだから、正直ね、同じような性能の SMG と構えてね、近距離ガチガチ強めにしていくのもありですよね。で、今回ね、そういう運用でやっていければなと思ってます。さあ、そろそろ敵と会うはず。さあ、あそこの奥なっている、これですね、タウンセンターの要塞取られてるんで、ここ攻めていきたいと思います。下ですね、下でやり合ってるわ。これ、防衛範囲のここ。さあ、そろーっと。ここですね、ここにいる。カードにいる。よし、オッケー。まだソロプレイヤーだったっぽいね。倒していきましたよと。まだね、ワンパーティー目。アーマーをもらっていきましょう。今んところね、戦闘後ろからしかないんで、正面のね、打ち合いの強さを見せていきたいです。SMG 並みに、これ連射力もね、速いし、移動速度も速いんだけど、それでね、アサルトライフルの弾薬、そしてね、射程距離っていうね、かなり強化が入ってマジで強くなったんですよね。さあ、来ましたよ。お、屋上ですね。やってるやってる。さあ、じゃあ混ぜてもらいましょうか。この距離ね、SMG じゃ撃てないですが、さあ、アサルトなら割れる。あー、ちょっと割れたんだけど。さあ、割り切ったぐらいだね。ちょっとね、やっぱり SMG 寄りのアサルトなんで、反動はかなり強いですね。さあ、割ったんで、こっちが有利なんで、そのまま攻めていきます。さあ、急な遅れる？どういうこっちゃ？ここ死んでいる。音出さずにナイフ切る？いないね。さあ、屋上まで来ましたよと。お、ショットガン撃っている。あれ、気をつけよう。マジで気をつけよう、あのショットガンは。さあ、グレネードで殺せるか、ちょっと。オッケー、割った！さあ、もう一人も割っていく。オッケー！二人正面で倒していきました。これはなかなか強いんじゃない？下でやられてるし、これ、オールクリア、多分。オッケー、オッケー。まずはね、ワンパーティー壊滅させていきましたよ。さあ、この人も M13B もらっていきましょうか。うわ、すげえ。これあれだね、バンドルのね、M13B ですね。この人はね、結構、重心の前を短くしてますね、M13B。僕のはこんな感じ。サプレッサーついてるからね、その分長いですね。これちょっと見づらくないのかな、画面。ちょっと見づらくないか。ビリビリでさ、敵が見えなくなりそうですよね。さあ、ある程度倒したのかな？さあ、スカベンジャーがここにいるらしい。まあ、とりあえずなんとなく倒しておきますか。さあ、いましたよと。スカベンジャー。
この無反動さね、なかなか強いね。さあ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 、打ち込め打ち込め、前段打ち込んでいく。さあ倒し終わった。マジで早い。まあね、こういう風に対 NPC に対してもなかなかね強い。連射がね早いから結構ね NPC に対してもなかなかいい速度で溶かせますよ。ちょっとねここで見当たらないんで、アドバンス UAV 入っちゃって他のねプレイヤーいないか探してみます。これね NPC とね判断つかないのどうにかしてほしいよね。次のシーズンではねこれなんか切り替えられるようにとかしてほしいですよね。非常に分かりづらい、マジで。あ、これプレイヤーっすね、完全に。一人の敵倒しに行くの申し訳ないけど、まあやりに行きましょうか。明らかにこれはプレイヤーだし。150m。100m。やっぱり100m先ですね、コンベストが発動するのは。100m先になると言い始める。あ、いましたね。バレたか？バレてなかった。しっかりとね、かっきる。これ一人プレイヤーなはずなんで、これ、落ち着いていけば大丈夫でしょう。一応、マークもしとくか。はい、いますかね？大丈夫そうだね。UAV で撃ったこの人だけですね。オッケー、もらっていきましょう。あー、これいいね。バックパックあるの、ありがたいですね。え、なんでね、コムベスト、皆さんね、距離全然わかんないよって方もいらっしゃったかなと思うんですけど、コムベストは、だいたい100メートルから、位置が、舞台の位置が分かるよといった感じになりますね。で、ちょっとね、報告とかが UAV とか、そういうのね、情報で、ちょっと遅れちゃうことがあるので、このね、ナレーションの人がね、喋るのがちょっと遅れちゃうと、発見も遅れるよっていう感じですね。まあでもね、やっぱ位置先に教えてくれるのは結構強いよね。普通に。近いよって教えてくれれば、大体の位置ね、なんかプレイしてれば察せれるし、かなりね、強い能力なのは間違いないですね。で、やっぱりイベント、これね、まだやってるみたいですね。新しく復刻でトロフィーハントが始まったみたいで、意外だわ。なんかね、短すぎるよみたいな批判があったのかな。僕もね、トロフィーハントのね、まだね、終わってないんですよ。あれ。なんで、めちゃくちゃありがたい。さあ、アドバンス UAV か。まあ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 、いいか。うい、死ぬ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 。マジでね、NPC が。マジで。あぶね、あぶね。ほんと、シャレにならない。たまに本当に強くて。やばい時がある。アプレート買ってと。さあ、これで OK ですね。ウルトラは敵の増援が来るぞ。はい、大丈夫そうでございますね。ウルトラは付近の活動が増加している。警戒しろ。じゃあ、アドバンス UAV2 個買ったんで、1個使っちゃって、プレイヤーのね、位置探していきましょう。下側見てみても、でもいなさそうかな。いないね。これ多分全員倒しちゃったっぽいな。じゃあね、脱出までやっていって最後ね締めていきたいと思います。なかなか結構蹂躙できたんじゃないでしょうか。普通に強い。反動もね結構素直なんですよ。これ見てください、反動。はい、こんな感じ。左斜め前にね、どん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 上がっていくだけで、基本的にはめちゃくちゃ素直な反動。右側に反動制御すれば全てね、完結するっていう感じですね。さあ、ここら辺見てもプレイヤーはおらんね。いなさそうですね。じゃあね、脱出していきましょうか。NPC も倒していって。でね、多段マグに一応ね、変更してるんですけど、リロードちょっとね、ちょっと遅いっちゃ遅いんだけど、まあでも、まだ許容範囲内といった感じですね。はい、プレイヤー映りませんので、もう僕一人っぽそう。全員倒しちゃったっぽそうなので、コマね、やっていきましょう。なかなか強い。普通にね、ありですね。やっぱりね、海外でね、流行ってたの、確かに間違いないかもしれない。覗き込みがちょっと遅いかさめしたんですけど、まあ、ジャンプ打ちとかね、駆使すればそこまで気にならないのと、あとなんといってもこの連射力ね、早いですから、溶かしの力がやっぱね、違うね。射程距離はそんなにないんだけど、まあ、反動さえ制御できれば、なんとかね、まあ、反対側のビルの敵も割れたりとか、こちらに倒せたりはしそうですね。まあ、でも、あくまでも、近接戦闘用って感じかな。遠距離は使えない。だから、ISO ヘムロックとか持ってってあげるか、まあ、もしくはね、アサルトじゃなくて、普通にスナイパーと、この M13B 持ってってあげるのが一番いいのかな。さあ、じゃあね、脱出までしていきましょう。
はい、ということで脱出無事ねできました。プレイヤーもいっぱい倒しましたので、こちらのねカスタムの調整内容こちらご紹介していきます。はい、じゃあねマズルから調整内容をご紹介していきます。はい、じゃあねマズルからご紹介していきたいと思います。マズルのエイム速度 0.81M 字のブレの安定性 0.26、 これさ 0.5 とか 0.8 にしてもなんかずれちゃうんですよね。アンダーバレルは 0.49、 そしてエイム時の歩行速度はマックス、左に寄せてます。マガジンはないですね。はい、そしてストックはエイム速度に極振り、エイム歩行速度に極振り、下左、そして最後サイトはエイム速度極振りの遠いにマイナス 1.55 インチという感じになってます。まあね、こちらのカスタムめちゃくちゃ普通に使いやすいし強いです。特にねまあ DMZ モードだとビルディング21だったりとか、アシカアイランドのねちっちゃい戦闘、狭い戦闘ではかなり使えるかなと思います。アルマゼラとかの遠いマップ、広いマップだとちょっとねやっぱアサルトライフルとしては心もとないかなといった印象になります。 SMG よりのアサルトライフル、こちらのね M13B、 皆さんも DMZ モードで使ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは DMZ や様々な FPS の動画上げていきたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載の方お待ちしております。それでは Thank you for watching! GG!